見える。私にも見えるぞ。ララ。紳士力。見えてましたよ。見えてた。あ、でもなんかね、押したけど、押してダメだったんですよ。あー、ダメですね。14番窓口行ってくださいつって、はぁ、つって、おかしいですね、当たれーみたいな、外ればっか動いてもね、動いてるの見えたんですよ。あー、動いてる、ほら、わかんない時全然わかんないから、なんだ動いてんのこれ、本当に動いてんですか、つって、こう機械壊れてますよなんてね、言えないからね、はい、ということで、別室に連れて帰りましたね。あー、はいはい、紳士服ですね、つって、じゃあそこに、あの、首そこに乗せてください、じゃあ見てください、ピッピッピッってね、あ、完璧ですねあ、大丈夫ですつって、問題ないですねなんつって、何だったんですかね、やっぱり緊張ですか、緊張で、はい、で、あの、講習受けましてね、うん、30分間の講習なんですけど、講習が始まるまでに40分かかったまだ人がほとんどいない、あの、部屋にね、通されましてね、うん、で、開始時間は見たら、40分も後なのなんて、何それとか思いながら待ってた。そしたらどんどん、あの、人が増えていってね、最終的に満室ですよ。ね、不思議ですね。はい。で、私の前に、他にも結構空いてんのにね、なんかちょっとノースリーブのね、綺麗な、わかんない、顔みたいな、でも若いのかな、ショートカットのね、女性が私の、わざわざ前に座らなくてもね、ちょっと右動画とかじゃなくて、真ん前に座ってね、うん。で、隣も、で、最終的に、あの、相席です、あ、これも相席になりますんで、お願いしますなんて言ったらね、あの、ちょっと派手めな女性が私の隣に座りましたね。女性に囲まれちゃったぜでね、でも、あの、なんとも思わない手を寄そってね、スマホなんかみんな見ちゃったりしてね、次は何が出るのかなとか、あの、水曜日は出てるかなとかね、見ながらね、まあ、それはいいんですけどね。はい、その代わり、あの、免許証の配られる時間は早かったです。最初の方でした。5番目ぐらいでした。そう、最初に待ってるね。その順番だからね、それも、ね。一番最初に、最後に入ってきた人は、その中で一番最後に免許証が配られると、まあ、いうことになるのかもしれないね。はい、まあ、とりあえずね、見える。それは見えるでしょう。メガネだって、ね、新調してるんだから。ね、それで見えなかったら困っちゃいますよね。はい。ね。はい、これなんで、あ、レーシングキングね。エンジンが、あの、アイドリングがたまに不調になる、止まっちゃうって言うんですよ。でね、あの、走行距離はどれぐらいなのかな、ちょっと見てみますか。もうメーター焼けてるね、すごく。51,900キロね、51,900キロなんですけど、で、あれ、プラグとか変えてましたけど、いや、全然変えてないね。そうなるとプラグは変えた方がいいですねって話でね、はい、でね、乗ってこられたこの、結構ね、汚いので、オイルとかこうね、やばいですよね。あと、プラグキャップはどうですかねなんつってね、ね、わかんないっつってね、乗りっぱなしってやつですよ、乗りっぱなしってやつ、そう、うわ、どうだろうな、プラグキャップね、プラグキャップも変えた方がいいかな、ね、プラグキャップあるかな、そもそも、この間使っちゃったんだよね、あれに、あの、 GP にね、錆びているぞね、少し錆びてるけど、まあ大丈夫ですね。プラグな、綺麗だな。変えてないって言ったけど、綺麗に見えるな。これでプラグ綺麗だったらやばいね。スロットルボディがダメかな、ね。そんなことになるかもしれません。はい。まあ、とりあえず、アイドリングがあんまりね、調子良くないという場合は、で、プラグ変えてないという場合は、まずプラグですね。はい。もう、基本です。プラグ変えましょう。ね。とにかくプラグ変えましょう。どんどん変えましょう。って感じでね、言ってます。はい。なぜかというとですね、プラグが一番お金のかからない部分でございます。はい。で、プラグを変えて、で、ダメだったら、次のね、ことを考えると、まあ、いうことですね。はい。エアクリーナーは変えてますかねつってね。エアクリーナーは全然変えてないですね。つってね。どういう状態になってるのかね。怖くて見れないじゃないですか。ね。はい。あれ、はまんないよ。あれ、なんで16じゃないの、これ16だよね。え、なんで16ですよね。 CR8 とかじゃないの、 CR9 だったかな、まあ一緒だけど、そんなに、あの、おかしいな、なんではまんないんだろう、狭い、どうしてこっち狭くしてやってるかっていうと、あの、約束されてしてるんで、今、あの、来る方がいらっしゃる予定なんでね、さすがに、あの、あれ全然はまんねえよ、なんで、あ、なんだよこれ、この中にナット入ってたよ
ふざけて。なんだよ。予想だにしないことが起きてたよ。そりゃ無理だよね。こん中にさ、それはまんないよ。ね。はい。とか言って。なんなのよ。ねえ。あ、ゆるい。ね。まあでも、ね、これはあれじゃないですか。はい、そう。皆さんはどっちを選ぶ、あれですか？乗りっぱなしでね、壊れ、調子悪くなったら、やる。ね。なんかやるっていうね。そういうやり方。うん。あとは定期的に、もうプラグとか変えちゃう。ね。何千キロ走った。もう、もう変えます。ね。点検。あと点検とかやるね。点検とかやって、で、赤単色トラック発車。2台積んでたら、なんだろう。車検かな。今から車検行っても、中途半端だね、時間がね。うわ、すげえ。なんじゃこりゃ、このプラグ。こりゃすげえな。お見えになってない？なんか変な減り方してますよ、ほら。わかります？ほら。なんて言うんだろう。こう、まあ、そこの部分がすんげえ薄くなってんだけど、これは何が起きてるの？ CR7E だって。うん。じゃあこれ新しくしてみましょうね。はい。先端錆びてるでしょ？錆びているぞ。ね。ということで、はい。声は誰がやるんですかね？もうあれとあれは降りたでしょ？でも、やっぱりね、私は巨人の星はね、なんて。巨人の星どうなっちゃうんだろうな。わかんないですね。いや、巨人の星はそんなに重要じゃないんでね。あれですよ。なんだっけ。ね。アムロレイです、アムロレイ。アムロレイはどうなるんだよ。ね。まさかね、そんな人だと思わなかった。ね。殴ったねなんてね、言ってたのにね。二度もなんて言って。まさかね。ね、人っていうのは分からないもんですね。はい。いろんなね、人がいます。で、それで、やっぱり、裏の顔じゃないけどね、分かんないもんですね。本当にね。そういう風になりたくないね。そう。ね。やっぱり、ね。どちらかというと、どちらかというとじゃない、あんまり変なこと言い出すとね、まずいからね。危ないからね。そういうのに触れないのが一番いいんだよね。そう、手を挙げるね。でもこれもね、例えばね、昔だったら女性に手を挙げるなんてとんでもないとか言うけど、今それ関係ないよね。だ男だから女だから関係ないよね。だって女性がだって男性に手を挙げるかもしれないもんね。それはじゃあいいのか、それもダメでしょ。でもこう単純に考えて、いや女性の方が力がない弱いからとかね、そういうのももう今のね世の中はね、そう、関係ないんです。はい。とにかく手を挙げたらダメね。そうね、手を挙げたらダメみたいなね、はい、当然です、はい、ね、肩が痛くて手が上がらないっていうね場合もありますけど、はい、変な話になってるからね、危ないからやめよう、ね、はい、デリケートな問題はね触れない方がいいんだよね、そう、変なこと言ってね大変になっちゃうから、そう。で、昨日ですね、私免許センターっていうところにね行って、その帰りにね、高校の同級生がね、いるんですけど、あれ？なんで俺入んねえのこれ。このプラキャップなんか良くないね。高校の同級生のね、金子くんがね、そう、同じ、名字一緒なんだよ。なぜか名字一緒になっちゃった。で、金子くんが、喫茶店やってるんですよ。そう。で、始めたのは母親なんですけど、母親が始めたね、喫茶店。で、今はもう80ぐらいになるって言ってたかな、ね、お母さんね。で、今は、彼がやってるんですけど、まあ同級生だからね、50いくつだよね。そう。老けたね、彼もね。まあいいね、それはいいんだけど。で、彼がやってて、で、まあちょっと寄ったんですよ。誰もお客さんいなくてね、昼間だって。3時ぐらいだったからね。で、暇そうにね、暇だよ、つって。ね、そろそろこう、いろいろ考えなきゃいけないでね。業態を変えようかとか、なんかそんな話をしてましたけど、どうだろう。ね、プラグ変えたから違うんじゃない。このプラグは良くないでしょ。調子、これで調子いいわけないもんね。さて、この中の汚れはどうしたらもんか。ね。ただ、何も、あれしてませんから、私があんまりいじるわけにもいかないんですよね。そういうね、
そう、でちょっとねいろいろ話をしてね、うん、そう、そう、彼はね何だったかな、そう、高校の時にね、そう、あの江川達也氏のね B フリーとかね、そう、ああいうのをね、はい、貸してくれましたね、はい、見てね、なんだっつって、はい、そういうのとかね、あれマジカルタロルート君書いてる人と一緒だもんね、他にもなんかいろいろあったな、そう、うん、まあ、なんかあんま良くないイメージになっちゃうな、それなんか雰囲気的にな、そう、なかなかいいやつなんですよ、うん、いいやつなんだけどね、そう、ね、そう、やっぱり車ね、車、そう、軽トラ乗ってるみたいですけど。軽トラがもし楽しいよっつってね、はい、まあ、マニュアルが楽しいっていうのはあれだけど軽トラが楽しいよっつってね、そう、まあ、奥さんのあれあるからね、あのスライドドアがいいっつってそういう車に乗ってるらしいですけど今はね、うん、ね、王様っていう名前のやつだね、女王かな、スペイン語のやつね、 それみたいですけど、はい、ね、そう、昔ロードスター乗ったんだよね最初のやつね、うん、でまた乗り、ああやっぱロード、今のロードスターがいいっつってね、うん、あれはいいっつってまた乗りたいっつってね言ってましたけどね、なかなかね難しいね、何が難しいんだろうね、難しいことなんかないよね、買えばいいんだよそう、難しくしているのは何だね、自分でただね難しくしているだけだってね、そんなの気にするの買っちゃえばいいんだよね、いや支払いがとかね、うん、そういうことをね、そういうことを言い出したら自分の可能性を狭めるだけだね、やっぱりね、あの買うね、欲しい、乗るんだね、そういうこう意気込みというかね、うん、そう、私もなんか欲しいっていやいやいや、ね、まあ、うちにはコペンがあるからね、うん、ね、コペンを愛せばいいじゃないかね、でも自分のじゃないけどね、コペンでいいよってね、言い聞かせてるんですね、はい、贅沢だよね、コペンでいいよね、コペン以上に何があるんだってね、そんな気もしますけどね、はい、でまあコペンはいいんですけど、そう、ただね私あの思うんですけど、コペンはね、うちのコペンはあの CVT ですね、いわゆる AT ってやつね、オートマチックトランスミッションってやつですね、オートマチックトランスミッションね、でオートマチックトランスミッションのっていうのはあのはっきり言っておもろくないんです、はい、それ言うとあれね、あの問題発言だと思うんだけどね、おもろくないんですよ、うん、多分作ってる方も面白くないと思ってますよ多分、うん、やっぱ面白さかなり半減しちゃってるねなんてね思ってるんじゃないのかな、だけどあのコペンはオートマでもいいかなっていうそうね思うんですよやっぱり、うん、コペンだからね、うん、そうコペンの重要な部分っていうのはそのマニュアル車でね楽しみがどうのこうのって、ね、そういう部分よりももっとこうね安楽的なね、安楽亭じゃないですよ、安楽的なね、うん、お気軽感とかね、うん、そういう部分じゃないかなっていう気がするんです。だからコペンはそれでいいなって思うんだけど、うん、やっぱりマニュアル、もしマニュアルで乗るんだったらロードスターだよね。そう、コペンだったらオートマでいいけど、マニュアル車っていうことだったらもうロードスターになるのかなとかね。うん、ね、でね、やっぱほら乗ってたことのある人は分かるんだけど、いややっぱオープンはいいよねっつってね、そうオープンはいいねなんて話をしてね、はい、何年ぶりに話したかな、もう結構の 前ですよ、10年経ってるかな、経ってないかな、動画やってたかな、分かんないな、そう結構前なんだよね、前行った時に、そう近くを通るんだけど、うん、寄ることはしてないんだ、昔はね高校生の時はねよくね、うん、遊びに行ってましたけどね、で近くにあのポルシェのお店があるんですけど、あのポルシェのお店がね、そうあのすごい人いるでしょ、あの人はね、まあそうそうすごいんだけど、何がすごいってね、人が来るわけですよ、人が来るの、うん、人がやっぱり来るんだけど、結局アポも何も取らないで来るらしいんですよ、そうするとほら店が店だからいないわけですよね、あの方はね、コロナの時はもう結構いたらしいですけど、コロナじゃなくなったから、あ、まあ、コロナ禍ね、過ぎたから、コロナ禍の時はね、あれだったけど、今もうほら、5類になったし、どうのこうのって言ってね、うん、で、また世界中旅立ってるわけじゃない、いろんなところに行ってるから、日本にいるのは3分の1ぐらいしかないって言ってたもんね、うん、
そういうあれなのに、そういうあれなのに、だからほら、いないわけだよ。いないの。そう。それなのに、アポなしで来るから、海外の人が。しかも海外が来るって言ってたよ。うん。そう。この間もなんかメキシコの人が来たって言いましたね。はい。なんかどうのこうのとかね。で、ほら、近くで喫茶店やってるから、立ち寄ってくみたいな。で、その話になるみたいなんですよ。で、やっぱり駅の方から歩いてるのを見ると、あそこ行くんだなっていうね。うん。そう。ポルシェのね。うん。それぐらい、ほら、ファンがいるっていうね。すごいよね。うん。そう、すごいとこなんですよ、そこね。うん。いいよね。そう、いい。うん、ね、はい。よし。迷彩作っとくか。プラ交換ちょっとめんどくさいんだよね。メットイン外してこれ外してやるからね。51908。はい。そんな感じですね。はい。まあ、ね、昨日はね、ちょっともう休みだと。午前中はゴミ捨てしてね。ゴミ捨てじゃないよね。だって、2万数千になってるもん。ゴミ捨てじゃないよ。もう、自分が払ってるわけじゃないから、もらってるからね。鉄とアルミとバッテリーで、ね、今日何キロでした？それ話すと忘れちゃうんだよ。51908でしたっけ。このプラグじゃ話にならないよね。これでも走ってんだからね。すんごいプラギャップすんごい広いもん。ギャップが広すぎますよ。広すぎるとこうなんていうか、この火炎がこう広がって、ね、それはいいんだけど、やっぱり高電圧が必要になるんで、狭い方がこういいらしい。だから高回転域は大きい方が広い方が、まあ、ある意味いいらしいですけど、大きくなるから。でもこれが低回転域はやっぱり狭い方がいいらしいんですよね。違いますか、詳しい方ね。でここで火炎のこう角ができるわけでしょ、ここに隙間のところにね、うん、上側が減ってるってすごいよね。しかもこの変な風になっちゃって溶けてるみたいな、何これね。えどれぐらい変えてないんですかね。3万キロ、4万キロですかね。ジャイロキャノピーだったら絶対無理だね。1万キロ走ってたら、お、結構今回いけましたね、多分。